れ、あ、ロッジみたいになってるんだね。あー、こう左曲がれば、海岸が少しは見えるかな。どうかな。この防波堤の向こう側にあるらしいですよ。元車両優先じゃなくて手前ですね。どうかな、見えるかな。見えなさそうだな。あー、元車両水平ね。あ、この辺りも海水浴場のあれがありますね。あ、こいだところが、はい、やって、この辺りも有料駐車場がずらっとあるんで、ザ・海水浴場って感じのあれになってますよね。で、有料駐車場有料で無料サーバーありますよとか、そういうようなですかね。スマイルさん、これはそして、顎の松の間になってますね。ここら辺ですね。さあ、ただし、駐車場シーズンオフだからどこもまあ逆にシーズンオフだとね、水に着る方が回ってますからね。空気で無料はやっぱそうですよね。あのヘッドビーム赤い橋、この辺りもガレージがあったり、この辺りも有料駐車場とかあります。1日1000円とかでね、なるほど。海水浴場すごいですね。この P の文字であふれる、あれですね。で、あとレンタルボード、ウェットスーツなんかね、ザ海水浴のあれですけど、おー、さすがですね。港町ですよ。猫も歩きます。で、海砂浜は全然ごめんなさい、見えないけど、見えないけど、ご勘弁ください。まあ海岸、海水浴場感ちょっと味わいましたね。よし、達成です。いいんだよ、基準決めの俺なんだって。いや、ダメですね。このね、いい白鳥大様にね、顔向けができないだよな、大丈夫かな。今、芝のね、皆様の、ね、観光協会の皆様の、期待を一身に背負っているはずなのに、大丈夫かな。で、戻ってきます。民宿とかもおしゃれ、でもあのおしゃれな、ね、お店も多いですから、今の民宿屋さんも綺麗でしたね。あ、でさっきの交差点のところもだからあれ曲がっときゃよかったな。あー、あー、で、はい、元に戻ります。さすがにここはいくら海のチャンネルでも、これはカット対象だろうな。よし、元に戻ってきましたね。ここから、今度はまっすぐね、行きますよ。これで、大王先の方に行けるはずです。急に細くなったね。というものなんだ。本当案外若い子多いもんね。いや、これはなんかあの将来に向けてちょっと明るい展望ですね。もう正直この月の方なんでね、あのあんま若い子には興味持たれないのかな。まあ伊勢島はね、さすがにあの伊勢のね、神宮とかね、おかげ横丁とかね、あの若い子でも人気あるよ、海外からも人気あるよってところですけど、さすがにこっちの方とかだとまで来る子は少ないのかなと思ったけど、意外と、結構それも、若い女の子もね、見かけしますから。あ、これはなんか良かったな。家族連れとかもね、ちっちゃいお子さんとか連れてる子もおるね、結構見かけますし、これはいいですね。
まあ、そんなところに、のこのこと、37歳独身のおっさんがカメラを持ってフラフラと歩いてますけど、大丈夫ですかね、これ広島の分かる雰囲気からずっと行ってるけど、これでまあ大丈夫でしょうね。よいしょ、この辺りもいい感じですね。これは大王プロナ管理郵便局ね、これ黒ナじゃないのか、これずっと黒ナだと思ってたけど読み方違うっぽいな。今バス停見たら黒とは書いてなかったな。マジか。おお、これ他にどんな読み方があるの。俺多分テロップには出てますよね。答えが出てると思いますが、今私は、分からないまんま突き進んでおります。うわー、まあ見にくい交差点ですけどね。まあ、これもあとずっと行ったら大王先の方に行けるはずです。それはもう大王口になってますから、いや車だったら何とでもなるんだよな。車だったらね、これ宇方からどうして歩こうぞっていう案内をね出したのか、これはちょっと問いかけたいね。どう考えても宇方から歩き無理でしょ、これ無理なんだもん。だってあれ大王さんですか。ああ、今のとこ曲がりゃよかったんだ。曲がってちょっとオーバーランになってしまうけど、まあいいや。それもあの漢字もね、あの孫骨だけね大王ですからね。まあ冷静に考えてみたら、すごい名前ですよね。大王先ですからね。大王先か。うん。赤ワイン。印刷店すごいですね。再開泣き入り手マルジェ、まあ1みたいなんでしょうね。マルシェってあれですからね、フランス語読みのあれですけど、要はそこからあの続きに T をつけた感じがマーケットになってくるわけですもんね。類義語ですよね。あ、上映権のパンなんかあるんだね。ここは中学校？あ、小学校か。でこれはだいぶ高低差がすごいですからね。
こは大王局ですね。ここは周廃局なんだ。すごいな。ですから、もうすぐ東大のあたりのはずですけど、